エディのロマンチックドゥ。古き時代から受け継がれているラブソング、長く愛されているラブソングが世界中に溢れていることを忘れていませんか。小娘たちよ、よくお聞き。女として生まれたからには恋の一つや二つで分かったと思うなよ。男と女は分からないから惹かれ合うんじゃない。さあ今日ご紹介する曲はサイモンとガーファンクルのボクサーという曲です。僕はただの貧しい少年、身の上話はめったにしないけど、ポケットいっぱいつぶやくために抵抗するのも無駄だよね。そうなるのがお決まりのことだよ。たくさんの嘘や冗談話、人って自分の聞きたいことだけ聞いて後の話は聞き流すものなんだ。家や家族にさよならした時、僕はまだほんの子供だった。見知れぬ人たちの仲間になり、駅舎の静けさの中で怖くて走り回っていたよ。地べたに寝転んで貧しい街を探し回ったよ。ボロボロの服を着た人たちが行くところさ、僕らだけが知っている場所を探したんだ。こんな曲なんだね。わからないね。いいですね。自分で探せる人の質問だろうが、好みじゃないの読むからいいかも。そう、読みやすいの話しようか、でも本当にリンチニュースだね。練習できないから初見で読む。サイモンとガーファンクルもいいよね。こうベティトラベルも今日自分の中ではまだ半分しか喋ってない。そうです、まあ、途中でこう割って入られちゃったから、あれいい話してんのにプルルペッパーみたいな何それみたいな。すごい、3、そんな喋ってないの。あと3分って10分もあるのに。10分ないのか。今日はですね、結局9分だったんですよ。21分になっちゃったんで尺短くなって、でちょっとずらそうかなと思うんですけど、ここでうまくやり取りできなくて、いや私だけが3が見えちゃって、いや こういうのは出せればいいと。33分にしますみたいな、なんか謎な。じゃあそろそろエンディング。チームクリスタルの番組情報。毎週花の月9は本家クリスタルデリシャスなラジオ。水曜日14時はワンダフルな情報番組クリスタルシャワー。金曜日11時は音楽と言葉をつなぐ1時間、幸せな時間の裾分け、イレブンクリスタル。第2月曜14時からはペットの情報番組クリスタルズーランド。ハートの温度1度アップ、ハートバトンリレー。そして毎週金曜日の10時、少し遅く、起きた朝にぴったりスローテンポな番組クリスタルアイランドにはソフトバンクのペッパーくんがレギュラー出演しています。次回は3月の20日の予定だということでした。今日から初めて、ペッパーくんに宿題を出そうという番組のノリがあり、あと今日ベティさんの映画ちょっと途中でペッパー割って入っちゃったんで、もうちょっとちゃんと聞きたいなと思ったんですけど、改めて見てみようかな。見てください、もう本当にいい映画。うん、自宅に置いときたいような映画。そうですね、もうコレクションしたいような、愛がいっぱいの映画。あの満たされますよ、涙も出るけど満たされますよ。なるほど、うん、もうそういうこういう世知辛い世の中ですから。そうですね、世間的にというか世界的に。そう、愛で満たされましょうよ皆さん。そうですね、あのこういう映画とか音楽とか今日様てんこ盛りでいろいろとお伝えしましたけど、ね、そうですよね、眠たいながら眠たいながら目をこすりこすりあの緊急情報のように原稿が飛び込んできたりなっていう。みんなで作る番組ですから。そうです、あの皆さんちょっとずつ力をいただいてどうにかこうにかオンエア中に番組が出来上がっていくっていう練習もできるしね。はい、とっても素敵な番組アイランドですね。です、また、ちょっと天気も良くなってきましたけど、午後、このままいい天気でいくのかなというふうに思います。
もう来週終わればもう3月ですので、そうよ、もう本当に春間近ですから。私全部もう桜咲かせておりますので。そうですね、はい、そろそろピンク、台風までいかないですけど、ピンクの季節になりますからね。起こしますよ、風まずはそよ風からですか。いやいや、いきなり来ます。まずいきなり春一番来るわけ。春一番から行きます。ビュワッとこう来るわけですね。いらない、まずパッと散らさましていそこのけそこのけと、そう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 、パッとじゃあそういった季節もう間近ですけども、本当ですね、はい、ではではまた来週、同じ金曜日の10時からクリスタルアイランド、ご期待ください。それではまた来週。もうヘッドホンもつけてないのね。いよいよ素晴らしい、喋ると思わなかった。